年度探究学習発表会、用意ドン全員が主人公を始めます。今日の発表は私たちの夢、私たちが作りたい未来について、またはどうしても知りたい、考えたいということを一人一人が探究した成果を発表します。静谷学は自分の未来も社会の将来も自分たちが作る、変える、その準備の時間です。1年生の皆さんは私たちの発表を作りたい自分や社会の姿を変える参考にしてもらいたいと思います。また2年生の取り組みは1年生2学期からの静谷学に引き継がれるものがあります。自分がこれからの1年間どういう活動をしていきたいのかを考えながら2年生の発表を見るようにしましょう。3年間を通して私たちの静谷学のためにアンケート、インタビュー、イベント企画などさまざまな場面で協力してくださった地域の皆様、本当にありがとうございました。この発表会では地域の皆様だけではなく、先生方、保護者の皆様も私たちの成長ぶりを感じてもらいたいと思います。今年は新型コロナウイルスの影響で例年通り発表会をすることができません。残念ながら本日お越しいただけなかった方のために、発表会の様子は後日 YouTube で配信する予定にしています。本日司会を務めます実行委員の井上ひなです。よろしくお願いします。開会にあたり校長先生から一言お願いします。映ってますかね。皆さんおはようございます。令和3年度岡山県立和慶静谷高等学校、卒業といいますか、静谷学の探究発表会の実施にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本日の発表会は総合的な探究の時間、静谷学で取り組んできた活動での年次ごとのまとめの取り組みとなります。1年次生は先週金曜日に発表してもらいました。今日は2年次生、3年次生が、2年次生はグループでの探究、3年次生はこれまでグループでの探究を昨年までしてきて、そして今年、個人探究ということで積み重ねてきてもらっています。その発表を行ってもらうということで、後輩の皆さんはですね、先輩の発表を聞いてもらって、静谷学の学びがどこにどのようにつながるのかを見通しを持ってもらいたいと思っています。先ほど司会の方から話がありました。今年度も残念ながら新型コロナの感染対策という点から、体育館で一斉に行うというスタイルから会場を教室に移しています。15の教室に分かれて発表を行うと聞いておりますが、そしてその後各分野の代表者の人に発表をしてもらうという形式だと聞いております。これまで新型コロナの影響で活動に制約、変更がある中でですね、皆さんは探究活動に取り組んできました。インタビューやアンケート調査、フィールドワークなどに取り組んできてもらってますが、そして本日の発表につなげてもらってます。しっかりですね、その成果を精一杯表現してもらいたいと思っています。また、発表を聞く際には、しっかり説明を聞いて、質疑応答の際にはぜひ活発なやり取りをお願いをします。またアドバイスや改善点などをして伝え合う機会ともしていただければありがたいです。これまでの努力、挑戦に大きな飛躍の可能性を感じています。本日の発表会が明日への活力、新たな挑戦につながる有意義な機会であること、それを期待しまして、簡単ではありますが開会の挨拶とさせていただきます。どうぞ皆さん一生懸命頑張ってください。校長先生ありがとうございました。次に実行委員長の山田瑞希君から一言お願いします。今日は待ちに待った探究学習発表会です。発表する人は緊張していると思いますが、自分たちがやってきた探究を見せ合える素晴らしい場となっています。
この発表会を通して、いろいろなことを吸収してほしいです。どんなことを吸収してほしいかというと、まず1年生は先輩の発表を聞いて、ゴールと中間のイメージを持つことです。そのために、2年生の発表を聞いて中間のイメージ、3年生の発表を聞いてゴールのイメージを持つことです。今回は聞くだけですが、しっかりと聞いて今後の探究に活かせるようにしましょう。次に2年生は来年度のゴールイメージを持つことです。先ほどの話と重なりますが、3年生の発表を聞いて、来年自分はこうなりたいという目標を見つけることです。そうすることで、来年度の発表が素晴らしいものになると確信しています。最後に3年生は最後の集大成を見せる場です。しっかりと探求してきたことを聞いてもらっている人に伝えて悔いのない発表にしましょう。そして聞いている人に感動を与えましょう。今年のテーマが、用意ドン、全員が主人公に決まりました。私が皆さんにこの発表会にどう臨んでほしいかを話したいと思います。それは自分が発表して終わりではなく、相手の話も聞き、次のステージへとステップアップしてほしいということです。この発表会の目的は、自分たちの成長や人前で発表するという経験を積むということです。最後にフィードバックシートを書いてもらいます。皆さんが書いたフィードバックシートはなぜ書くかというと、発表して終わりではなく、フィードバックをもらうことで、その意見を参考にして、発表の内容を修正することで次に生かすことができるからです。具体的には、1年生はこれから始まるグループ探究の参考にしてください。2年生は個人探究をするためのモチベーションを高めてください。そして3年生は卒業論文を完成させようという意欲を高めるきっかけにしてください。鈴谷学は和気鈴谷高校が誇る探究学習です。鈴谷学を盛り上げるためにも、この発表会が次のステップへの足がかりとなることを期待しています。そしてこの発表会を通して、和気鈴谷高校生全員が一丸となり、和気鈴谷高校を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。次に鈴谷学の概要を説明します。鈴谷学とは、和気鈴谷高校の探究の学習の時間に行われている探究学習の名称です。鈴谷学では、鈴谷学校の学びの精神を引き継ぎ、地域との関わりを重視しながら、自ら学び、自らが考える姿勢と、問題を解決していく力を身につけることを目標にしています。本日の発表会のテーマ、失礼しました。目標はこちらの2点です。学習の成果を真剣に伝える。ただ発表をこなすのではなく、聞いてくれる人にもきちんと伝えるという意識で取り組みましょう。2、考えて行動する。本日の時間、場所は各自 iPad や Chromebook でクラスルームに配布された資料を確認して行動してください。また、発表する側の態度、聞く側の態度についても、ルールを、マナーを守りましょう。本日は、オンラインとリアルを併用して進めていきます。スムーズに進められるように、ご協力お願いします。ここにいるすべての人にとって、いい発表会にするために、自分たちで必要なことを考えて行動するようにしましょう。最後に、本日のスケジュールを確認します。9時10分から2年生の発表です。各グループ2回ずつ発表します。会場は15教室に分かれています。発表ごとに質疑応答がありますので、1年生、3年生も積極的に参加するようにしましょう。10時から3年生の発表です。3年生全員が1回ずつ発表します。会場は23教室に分かれています。時間までにリハーサルで確認した場所に移動するようにしてください。11時からは代表発表を Google Meet を通して行います。健康、教育、歴史文化、ビジネス、
自然科学の5つのゼミの代表発表を Google Meet で配信しますので、自分のホームルームに戻り、発表を聞いてください。11時55分からはエンディングで引き続き Google Meet を通して好評をいただきます。それでは2年生、3年生は悔いの残らないように精一杯発表を頑張りましょう。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。これから健康2の発表を始めます。発表者は、重永、宮本、丸山です。よろしくお願いします。私たちの探究目標は、患者と高齢者、障害者が幸せに暮らすために、今私たちにできることをするです。SDGs の目標は、3番のすべての人に健康と福祉をです。探究内容は、主にインタビューをしました。こちらの医療福祉施設にインタビューをさせていただきました。現在は、インタビュー内容をまとめた冊子の制作に取り組んでいます。出来上がった冊子を多くの人に読んでもらうために、公益財団法人福武教育文化振興財団に助成金を申請しています。では少しインタビュー内容を発表させていただきます。まずは医療のインタビュー内容です。竹内歯科医院の4人の歯科衛生士さんにインタビューさせていただきました。この仕事で心がけていることを伺ったところ、言葉遣いに気をつけているとおっしゃっていました。次に北川病院のリハビリテーション科の岡田さんにインタビューさせていただきました。仕事をする上で気をつけていることを伺ったところ、持病があるので無理をさせないためにリスク管理に気をつけているとおっしゃっていました。最後に平病院の看護師の久保田さんにインタビュー、心がけていることを伺ったところ、患者さんやその家族の人に説明を分かりやすくすることとおっしゃっていました。同じく平病院の介護支援専門医の滝川さんに、仕事をしていてよかったことを伺ったところ、日常生活で役に立つところとおっしゃっていました。次に福祉です。和気園児の里の介護主任の中村さんとユニットリーダーの翔路さんにインタビューさせていただきました。中村さんに仕事の魅力ややりがいを感じるときはいつか伺ったところ、利用者の方にありがとうと言ってもらえたときとおっしゃっていました。翔路さんに普段の仕事で心がけていることを伺ったところ、利用者さんの立場になって考えることとおっしゃっていました。次に静谷福祉会の生活支援員の松重さんと新光さんにインタビューさせていただきました。仕事の魅力は何かを伺ったところ、仕事に正解がないので常に利用者さんに教えてもらうことで日々学びながら仕事ができることとおっしゃっていました。最後に障害者支援施設ポレポレの生活支援員の中田さんにインタビューさせていただきました。普段の仕事で心がけていることを伺ったところ、利用者さんに伝えることを諦めないこととおっしゃっていました。先ほども少し説明をしましたが、現在は助成金の申請をしています。助成金の説明会にオンラインで参加しました。こちらがその様子です。助成金をいただいて、印刷会社で冊子を印刷していただいて、地域の公共施設やインタビュー先、中学校等に置かせていただく予定です。こちらが冊子になる予定の原稿です。今後このゼミが活動していく内容は、医療福祉の課題を見つけ、見つかった課題の解決策を考えます。その解決策を実践して最後に振り返りをする予定です。これで健康2の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。健康ゼミ担当の南先生、カメラの前でフィードバックお願いします。皆さんお疲れ様でした。緊張していたと思いますが、練習通りできていたので良かったと思います。で、私もこの学校に来て初めて静谷学っていうのを知って、皆さんの方が多分詳しくて自分たちできちんと活動していて良かったと思います。
一番良かったのはスライドが分かりやすかったところかなと思っています。この経験を次の個人探究にも生かしていってほしいと思います。で、もうちょっと原稿を覚えてきて個人探究の発表の時には何も見ずに言えるようになるといいかなと思います。以上です。お願いします。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。これから教育ゼミ2の発表をします。メンバーは佐野、高山、谷口、前田、井上、大谷です。探究目標、簿記講の魅力を発信し受験者数を増やすことで簿記講を盛り上げることにつながると思ったのでこれを目標にしました。探究同期では簿記静谷高校の魅力や特色が全国に伝わっていないから簿記静谷高校の魅力を発信したい、簿記静谷高校の入学者数を増やしたい、簿記静谷高校では今まで魅力を発信する場が少なかったのでそれが入学者が増えない原因ではないかと思いました。活動内容は簿記講の宣伝サイトを制作しました。生徒目線による簿記講の魅力をまとめました。その他に中学生、在校生向けなど本校の情報を細かく記載されています。で次に一部紹介します。内容は最新情報、学食、ボランティア活動や普通科やキャリア探究科の違いについてまとめました。このページでは、簿記講の一日の流れが月曜と金曜、火曜から木曜ごとに細かく書かれています。入学者向けに授業の風景を掲載し、保護者にも年間の行事が分かりやすいように載せています。このページでは、簿記講にある部活動の写真を紹介文と一緒に掲載しています。活動内容2では、オープンスクールの案内ポスターを作っていて、11月のオープンスクールに向けてチラシを制作してました。日程、学科など細かな情報を記載しています。実際にサイトやチラシを作ってみて、見てもらう人たちへの配慮を大切にするのと同時に、自分たちが考えている以上に細かく書かなければいけないことに気づきました。また今後のためにどういったことができるかというと、今回の活動では役割の分担が不十分だったので次からはみんなと話し合って決めていきたいです。また役割の分担は不十分でしたが率先してスムーズに仕事を進めることができたので、これは次からも続けていきたいと思います。サイトを見る対象は簿記講のことを詳しく知らないはずなので日程、校内の施設、写真などを細かく掲載しなければいけないと気づきました。役割の分担は前回の静谷学でも課題の一つだったのでしっかりと決めていかなければいけないと思いました。役割分担は不十分でしたが仕事は前回よりもスムーズに行いサイトやスライドの完成も早かったのでこれからも続けていきたいです。これで発表終わります。はい、それでは、教育ゼミ、2です。教育ゼミ2では、Google サイトという新しい、サービスを利用して、学校のホームページを作りました。これは iPad しか持っていないんですが、iPad ではできないことにちょっと挑戦をしてもらいました。なので、しっかり自分たちで使い方を試行錯誤しながら、調べながら、なおかつ、役割分担を しっかりして、学校のことについても調べながら、画像や動画も載せたりして、見る側が分かりやすいものが、作れたと思います。そして発表内容もしっかり自分たちで考えてこの発表をすることができました。調べるというよりは、しっかり新しいものを使って、何かを作っていくということに挑戦してもらったわけです。まだまだ、いろいろできることがあると思いますので、しっかりそういった、魅力を発信する方法を探していけたらなと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。私たちは歴史文化2のプロジェクションマッピングを使って何ができるか考えてみるゼミチームです。メンバーは赤木、大森、小林、草加、坪田、松尾です。よろしくお願いします。このゼミは先輩方から引き継がれたものです。
私たちの探究はまだ完成しきっていないので、1年生の皆さんに引き継いでほしいと思っています。そのためにこれから私たちがこの1年間何を探究してきたのか紹介したいと思います。私たちのグループはコロナ禍で苦しんでいる人たちを元気づけるという目的で約1年間進めてきました。私たちの SDGs の目標は11の住み続けられるまちづくりをと15の陸の豊かさも守ろうの2つで地域と関わり自然を生かしながら活動をしてきました。私たちがこのゼミを選んだ理由は様々で、例えばプロジェクションマッピングで感動を与えたい、自分の技術を生かしたいなどがあります。たくさんの思いを持ちながらこの活動をスタートしました。プロジェクションマッピングのテーマを分け町の指揮に決め、やっていこうと思ったつかの間壁に突き当たります。実際にするのなら場所はどこでするのか、いつするのか、理想と現実のギャップが大きく、果たして本当にできるのかと悩み、そこからがなかなか進みませんでした。そこで私たちは静谷学校のプロジェクションマッピング特別史跡旧静谷学校アートプロジェクトを担当された倉敷芸術科学大学の方々にインタビューに行くことに決め、実際にアポ取りやインタビュー内容などの細部の決定を行いました。大学に行って改めてプロジェクションマッピングについて知ることができました。これが去年の12月に行った時の写真です。お話の中で大学の方々はここでしかできないものを、出会えないものを作ると語られていました。例えばソフトウェア、機材、気をつけることなどを教えていただきました。私たちはその中でタッチデザイナーというソフトを選ぶことを決め、それと同時にたくさんの課題を見直し再スタートしようとしたとき、また新たな壁に突き当たりました。ソフトを入れようにも学校にあるノートパソコンでは容量が足りず入りません。コロナの影響でイベントを開催することもできません。ボードやプロジェクター自体が原因でプロジェクターも使えません。全部コロナのせいだと、そんなことを言っていても現状は変わらないので、私たちなりにできることを頑張ってみました。パソコンは商業実践室にある大型のものをお借りして、プロジェクターは体育館で普段使われている大型のものをお借りして、イベントを開催することを諦め、試行錯誤を繰り返していきました。まとめ、私たちはたくさんの失敗や壁を越えながらこの探究を進めてきました。コロナなどの大きな壁により、実際にプロジェクションマッピングをするということは叶いませんでしたが、このプロジェクトはまだ終わっていません。私たちが静谷学でしてきたプロジェクションマッピングを作るための環境を引き継ぎ、パソコンやタッチデザイナーを使って作品の完成を目指してほしいと思います。技術を身につけて自分たちで作品を完成させたい人に引き継いでもらいたいです。私たちのできなかったものをどうか引き継いでください。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、歴史文化ゼミ2のプロジェクションマッピングのチームの方々、発表お疲れ様でした。プロジェクションマッピングっていう、まあ、未知の領域のものに挑戦していて、場所や、それから機材、やり方と、いろいろわからない点がたくさんある中で、それを論理的に考えて、どれから取り組んでいったらいいのか、とか、そういう論理的思考力が今回の探究で身についたんじゃないかなと思います。まあ、そこに役割分担も、まあ、もうちょっと、早くから、手を出して分けてやっていればよかったかなと思う点もありますが、よくここまでコロナの影響もありますが、多少思い描いてた部分とは違うけど、よく進んで研究してこれたかなと思います。お疲れ様でした。で、1年生にこれから引き継ぐ上で、自分たちがやってきたこと、今一度ここは引き継ぎたいとか、ここをやってほしいこと、それからここは挑戦をしてほしいこととかはまとめてくれたらなと思います。これから3年生になって個人探究になっていきますが、今回学んだこと、それから発表の仕方、いろいろ踏まえた上でいい探究にしてくれたらなと思います。発表お疲れ様でした。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。これからビジネスさんの発表を始めます。気をつけれい。お願いします。私たちの探究テーマは観光プランを考えて実践する、特にわけに若い人を呼んで町を活性化させるを目標に進めていきました。
探究目標括弧ゴールは、わけの魅力を知ってもらうために観光プランを実際に実施する。目的は若い方たちにわけに興味を持ってもらうです。 SDGs は11番の住み続けられる街づくりを目標に進めてきました。このグラフを見てください。これは岡山市の人口推移を表したグラフです。若い人の人口を表すこの緑色のグラフが岡山市は横ばいになっていることがわかります。また高年人口を表すこの黄色いグラフはどんどん上がってきているということがわかります。次に和気町の人口推移のグラフです。若い人の人口を表す緑色のグラフが岡山市と比べて和気町は急激に減少してきているということがわかり、高年人口は岡山市同様上がってきているということがわかります。このことから和気町から若い人たちがどんどんいなくなってきているということがわかります。そのため自分たちの学校がある和気町を盛り上げて、若い世代の人たちが来てくれて明るく楽しい街にしようと思いました。探究内容は和気にある観光地や名物になるであろう場所を訪問させていただき、インタビューや調査を行い、実際に体験してみることで観光プランの作成につなげれるように取材をしました。そこで取材させていただいた場所の PR を紹介します。まず湯賀神社です。神社ということであまり若い人に向けられていませんが、この写真に写っている神主さんがずっと和気町や和気町の歴史、神社の作りなどを解説してくださいました。裏に写っている山に登ると和気町を一望できる写真スポットがあります。ロマン街道はサイクリングとして利用されているので、ぜひ友達とかと行ってみてください。次に自然保護センターに行きました。センターに行くまでに自然についてのクイズなどがあり、子供連れでも楽しむことができます。最後にハッピーホースファームに行きました。ハッピーホースファームでは実際に乗馬体験をしたり、動物と触れ合ったりしました。すごい。乗馬体験ではこのように実際の道路を乗馬し歩くことができます。これは県内でも珍しく、国内で見ても珍しい、なかなかできない体験です。そしてハッピーホースファームさんに協力をお願いして VR 動画を撮影しました。 VR 動画を最後にお見せします。まとめ反省、コロナで実施はできなかったけれど具体的な観光プランを考えることができました。また和気町の知らなかった魅力をたくさん知ることができました。1年生の皆さんには実際に行けなかった場所があったりするので、そこに行ってみたり、今後コロナが収まれば観光プランを実際に実施していってほしいです。こちらが実際に乗馬している時の VR 動画です。観光プランを実施する上でこのように VR 動画があればよりリアルな PR をすることができます。これで発表終わります。気をつけれい、ありがとうございました。ありがとうございました。技術ゼミ担当の松本先生、カメラの前でフィードバックお願いします。松本先生、ここに乗ったら、すみません、ここから、どこから、失礼します。ビジネスゼミさんの子たちは、自分たちでその調べるということを学んで、その中で解決していく上で観光プランを考えていたんですけど、実際にプランを作ってその PR をするという段階でどういうふうに PR すればみんな若い人たちを呼び込めるかということで、自分たちで助言を受けながら VR 動画を、考えて実際に撮影まで、行ってくれました。まずそのあともう一つあって、その研究探究をするそのモチベーションの部分がはっきりしていたのが良かったと思います。今後の3年生の探究に向けても、そういうモチベーションの部分がしっかりしていれば、探究が続けていけると思いますので、頑張ってほしいと思います。以上です。ありがとうございました。これから考察、自然科学、3の発表を始めます。お願いします。メンバーは、西田、島津、頓宮、森、藤本、松本です。お願いします。僕たちは豊作法基地を何かに生かそうについて探求しました。僕たちが目指すのは豊作法基地を便利なものにするということです。
そのためにも、まずは荒れた土地をきれいにすることを目標にしています。また、SDGs の目標は、11の住み続けられる街づくりと、15の陸の豊かさを守ろうにしました。理由は、豊作放棄地を何かに生かすことにより、住み続けやすい街になり、自然を大切にできると思ったからです。産休同期は少子高齢化により、人口減少は全国的な傾向となっており、保健庁のような中山間地域はその傾向がより顕著であり、農業の担い手不足の問題が深刻しています。それに従い、耕作放棄地も自然と増えています。このことから、耕作放棄地を便利なものにしようと思いました。私たちが1年でしたことは、和気町役場の係長からお話を聞きました。耕作放棄地が増える原因とは、儲からないので辞める人が多い、導入時期の生活の不安定さ、中山化地域の小さな農地での営農効率が悪い、平地に比べ維持管理の労力負担が大きい、広い面積を管理するには重機化されている必要があるということが分かりました。次に大橋高原キャンプ場の三宅幸太さんからお話を聞きました。三宅さんのお話では、価値を高めることでお祭りをすることができ、その結果お客さんに楽しんでもらうことができて、その地域の文化を残すことができるということです。なぜ耕作放棄地をきれいにするのかは、イノシシなどの動物が出てきたり、木が倒れてきて危なかったり、雰囲気が怖くなり近寄りたくないと感じてしまうからです。私たちが2年生でしたことは、役場に電話をして土地を借りることができました。土地を借りることができたので、放課後に先生が耕作放棄地を見に行って写真を撮ってきてくださいました。次の静谷学の時に班のみんなでも歩いて見に行きました。まとめ、土地を借りることができたので草を刈るために草刈り機を使おうとしましたが、高校生のため授業では草刈り機を使うことができませんでした。1年生には草刈り機を使わずに他の人に頼んだり、先生と相談したりして草を刈る方法を見せてきれいにしてほしいです。ご清聴ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。耕作放棄という、身近でないものに対してこう扱うっていうことが難しかったんではないかと思います。それも、いろいろな方々に、地域の方々にお話を聞くことによって、一つの道筋というのができたんではないかと思いますが、できることできないことも分かったのが一つの成果かなというふうに思っています。で、もう一つ言えば、とりあえず便利にするということだけだったので、その後のことをちょっと考えてもらいたかったかなというのもあるんですけど、そこは、次の1年生のグループ探究の人に任せたいと思います。本当にご苦労様でした。終わります。次に3年生の代表発表に移ります。3年生は健康、自然科学、教育、歴史文化、ビジネスという5つのゼミに分かれて探究活動を行ってきました。先ほどと同様に発表は4分、その後ゼミ担当の先生から Google Meet で1分間でフィードバックをいただきます。それでは1番目の自然科学、失礼しました、健康ゼミ高本千尋君は準備をお願いします。発表後に健康ゼミ担当の大山先生からフィードバックをお願いします。準備はよろしいでしょうか。はい、では始めてください。3年1組の高本千尋です。よろしくお願いします。私の探究テーマはスラックラインを広めるにはという探究テーマです。皆さんスラックラインというのをあまり聞きなじみがないと思います。まずはスラックラインというものについて説明したいと思います。スラックラインとは、幅5センチ
状の紐の上で歩く、飛ぶ、技を決めるなどを行う競技です。大きく3つに分けることができます。そのうちの一つとして、トリックラインと言われるものです。これは、アクロバティックな技をどんどん決めていく競技になります。競技として盛んで大会も行われています。続いて、ロングラインと言われるものになります。この辺りに人がいるんですが、長い距離を歩く競技になります。これは一番競技人口が多く、全国至るところで、行われています。続いて、ハイラインと言われるものです。先ほどのロングラインを高所で行うものだと思ってください。これは岡山県が一番盛んです。テーマ設定の動機、スラックラインをしている人が周りにいないことが一番の理由です。そして僕はみんなと一緒にやりたいと思ったのでこのテーマにしました。実現したい未来はメジャースポーツになっている、オリンピック競技の一つになっている、トレーニングの一つになっているの3つです。探究成果はスラックラインは体幹を鍛えることができる、集中力も鍛えられる、いろいろな年代の人がやっているというものになります。いろいろな年代というのは、岡山のクラブでいうと、小学生から、60代まで、幅広い年代の方がやっています。先ほど体幹のトレーニングになると言いましたが、皆さん体幹の、失礼しました。体幹というのは分かりますか？体幹というのは、両腕、両足、頭部を除いた全てを体幹と言います。体幹を鍛えるメリットとして、スポーツのパフォーマンス向上、筋肉のバランスが良くなり、怪我の予防、そして姿勢が良くなるなどあります。続いてこちらは僕が実際にやってみた体験会です。右側が僕で、左側は、陸上部顧問の山本裕貴先生です。このように、ラインの上で、いろいろな動きをするのがスラックラインの魅力の一つです。そして続いて山本裕貴先生です。こちらも、陸上部の顧問をしていますが、やはりすぐに落ちてしまったりしています。続いてサッカー部の野口くんと、バスケ部の、イダリッソくんです。2人とも最初は乗っていたんですが、途中ですぐに落ちてしまいました。続いて大森先生です。大森先生は、最初すぐ落ちたりしていたんですが、こちらの動画では、バランスを崩してもすぐに落ちることなく耐えながら歩くことにができるようになりました。このように最初は難しくても、続けていれば絶対にうまくなるので、皆さんも僕と一緒にやりましょう。これからやっていくことは、校内でパフォーマンスをしたいと思っています。そして体験会も自分で開きたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。はい、失礼します。実際に自分の動画や、そして身近な先生たち、それから生徒の、体験している様子を見せることによって、具体的なイメージが湧いて、多くの人が興味を持てたことと思います。現在は、まあ、コロナの影響で、体験会を開くにしても、大変やりにくい状況ですが、インターネットを活用するとか、少しずつでも工夫してより多くの人にスラックラインを広めるための活動をぜひ続く。準備はよろしいでしょうか？では始めてください。これから発表を始めます。
教育ゼミ3年4組のエミマリンです。よろしくお願いします。私の探究テーマは新しい子育てのあり方についてです。人によって良いと思う子育ての方法は変わってきますので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。探究動機は、親が子供に良い影響を与えられると思ってしていることが、いい結果をもたらすとは限らないです。それなら、親はどのような考え方や行動をすれば、子供に良い影響を与えられるかの、与えられるのかと思い、探究することにしました。探究分野への疑問は、子供同士が喧嘩をしているときにどのような対応をするか、子どものサポートをする上で気をつけていること、子どもへの注意の仕方とその注意点の3つです。調査方法は iPad で調べたり、わけの保育園の保育士の方々に電話や Zoom でのインタビューを行いました。調査結果は先ほど出てきた疑問別に紹介していきます。まずはじめに、子ども同士が喧嘩をしているときにどのような対応をするかについてです。この疑問の答えは、子どもたちの気持ちを聞くということです。子どもたちの気持ちを聞くことで、相手の気持ちが分かるようになり、大人と一緒に疑問、解決方法を考えていくことで、子どもたちだけでも喧嘩を解決できるような状態になります。次に、子どものサポートをする上で気をつけていることです。この疑問は年齢別に説明していきます。まず、0から2歳は様子を見ながらできそうなことはさせるだそうです。と、3歳の子どもについては、成功体験を服の着脱やトイレトレーニングを通して作らせるそうです。4歳の子どもについては、子ども同士の関係を大切にしているそうです。5歳の子どもについては、自分で考えて行動する力をつけさせるそうです。最後に、子どもへの注意の仕方とその注意点についてです。この疑問も年齢別に紹介していきます。まずはじめに、0から3歳未満の子どもには、噛みつきのトラブルが多いそうです。このトラブルの解決方法は、まず大人が子どもを優しく落ち着かせて、優しく注意をしてあげるそうです。次に、3歳から5歳の子どもについては、トラブルの前後をよく見て、なぜこうなったかという考える時間を与えてあげます。ここでよくありがちなのが、トラブルの直後にすぐにガミガミと注意してしまうことです。これはただ怒られているだけという嫌な思い出になってしまうので、子ども自身が気がつけれるような言葉かけをすることが大切です。私はこの探究をする前に、子どもにつきっきりでいてあげる方が親の愛情を受けていい影響を与えられると考えていました。ですが、探究後はつきっきりでいてあげるよりも成功体験を作らせてあげたり、子ども同士の関係を大切にしてあげる方が子どものためになると考えました。今回の探究を通して感じたことは、子ども同士の交流や成功体験を作るためには、自分の努力だけではなく、周りの人の協力や、その子育てに適した環境づくりも大切だと感じました。もし私が子どもを育てる機会ができたら、今回説明したような、と落ち着いて、子どもとの距離感を大切にした子育て方法ができればなと思っています。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、発表お疲れ様でした。
今回の探究内容なんですけど、喧嘩をした時の対応とかサポートの仕方とか子どもへの、注意の仕方とか年齢別にしっかり調べていることができたので良かったかなと思います。また自分の中での、子育てのいいイメージ、つきっきりっていうわけではなくて、実際に保育士の話を聞いてみて、怒る時の子供が落ち着くまで待ちましょうとか、成功体験をしっかり作りましょうとかいうタイミングとか、接し方のちょっとした工夫っていうのも知ることができたので良かったかなと思います。で、今後とか、ちょっと今回残念ながらできなかったところっていうのが、コロナの関係でなかなか実際に保育園とかに行くことができなかったので、実際の子供と触れるっていうのができなかったのがちょっと残念なところかなと思います。あとはタイトルで新しい子育てっていうのがあったので、例えば AI とか ICT が教育の現場に入ってきたらどうなるかなとか、保育士の先生だけではなくて実際に子育てを経験したいろんな大人のインタビューを聞くとか、もうちょっと幅を持たせても良かったかなと思います。はい、以上です。お疲れ様でした。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。はい、3年3組の林亜子です。テーマは弟の不登校脱出です。私の中3の弟は5月の初め頃から不登校気味です。私は将来養護教諭になりたいと考えているので、探究テーマに全国的にも問題になっている不登校問題を選びました。家族として弟にどのように手を差し伸べたらいいのか、将来養護教諭としてどうやって解決したらいいのかなどの答えが見つかればと思っています。まずはじめに弟の現状を説明します。弟は最近学校に行くのを嫌がったり、毎朝母と大喧嘩をしています。私から見た弟は、学校に無理やり行かされたり、毎朝喧嘩をしていたり、ストレスのコップはいっぱいです。それに比べて心のエネルギーは空っぽです。朝学校に行きたくない、進路やこれからのことを考えていない、などです。弟に、なんで学校行かんの?と軽く、聞いてみました。答えは、しんどいの一言。学校の友達とオンラインゲームをしたり、小説を読むことで、心のエネルギーを貯めているのかなと考えました。しかし、不登校でしんどいのは本人だけではなく、毎朝学校に行こうと弟と言い合っている母もしんどそうです。今、母の心は、頼れる人がいない。息子がなんで不登校なの?など心配事でいっぱいです。このようにストレスのコップはパンパンです。それに比べて心のエネルギーは仲のいい友達からの連絡を断つなどをしているため、外の人と関わる余裕がないほど空っぽなのかもしれません。毎朝の2人のバトルは2人とものストレスがたまるし、エネルギーはますます減るし、そもそも2人が戦う意味が見出せません。次に、マズローの欲求5段階説についてすごく簡単に説明します。マズローの法則とは、人間の欲求は5段階のピラミッドのように構成されているよという心理学理論です。下から、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現です。マズローの法則によれば、人間の欲求にはこれら5段階があり、下の欲求が満たされるごとに、もう一つ上の欲求を持つようになるのです。つまり、すっごくトイレに行きたい、大変っていう時に、誰かに愛されたいなとか、認められたいなと思う余裕はないよということです。このマズローの法則より、今弟は2の安全欲求のところにいると思います。危険を回避したい、安全安心な暮らしがしたいという欲求です。に対し、弟は学校に行ったら怒られ、授業で寝て怒られ、宿題をしていなくて怒られ、部活で怒られ、怒られることばかりです。大切な家族とも最近お別れしたばかりの弟は、安心した場所にいたいのではないかと思います。このままでは、毎朝母と喧嘩をすることで、家までも安心できない場所になります。次に、不登校のお子さんを持つ親御さんのブログを読み、その中で発見したこと、気づいたことは、不登校本人よりも親がパニックにならないこと、落ち着くことが大切なんだよと何度も繰り返し書いてありました。弟には今、
ストレスを下げる工夫とエネルギーを貯める工夫が必要であり、同時に母の心も落ち着かせることも重要だと思いました。これらの改善方法として、私が2人を見ていて気づいたことや、これまで調べて知ったことを、弟がやる気になるための心のエネルギーを一緒に貯めよう、お母さんも毎朝怒鳴るのしんどいやろうと、共感を示しながら母に伝えます。もし、確かにそうやなぁと理解してくれたら、うまくいったことを増やして続けていき、うまくいかなければ無理に続けません。母が気持ちに余裕を持てたら、弟にも優しくできるはずです。そのために私が毎晩料理を手伝い、母の愚痴などを聞いて、頼られる存在になろうと決意しました。母が少し気持ちに余裕が出てきたかなと感じたときに、こんな風に弟に接してみようと母に伝えてみました。母の反応は、これまでとは違う関わり方をしてみようかなと少し変化が見えました。私の今の目標は、弟が気持ちよく朝行ってきますと学校に行けることです。今回の探究より不登校の本人が一番辛い思いをしているので、本人以外の家族は辛抱強さを持つことが大切だと思いました。人は自分の思い通りには動かせないことを改めて実感しました。私が養護教諭になった時に不登校問題を解決するためには、保護者の心のケアも大切だと分かったため、保護者を学校に呼んでじっくりと話を聞いていき、保護者にとって頼れる存在になりたいと思いました。今回は弟と母に寄り添い学校に行くモチベーションを高めることに注目しましたが、社会との関わりを絶っていなければ、不登校でも別にいいんじゃないかなと私は思っています。そこで岡山県の離島にある育みというフリースクールに夏休み参加することにしました。フリースクールとは、不登校や引きこもりなど、学校生活で生きづらさを抱えている子どもはいつでも自由に利用できる場所のことです。このフリースクールの代表、このフリースクールの代表の方自身の不登校の経験から、フリースクールを建てたそうです。そのようなご経験など、いろいろと話をお伺いする予定です。ご清聴ありがとうございました。はい、林さん、発表ありがとうございました。1年生、2年生にもお伝えしたいんですけれども、林さんは最初の個人探究のテーマ設定の時点から、すごくマインドマップや、あとマンダラの、シートを、何度も何度も活用しながら、本当に自分が何を探究したいのかっていうのを時間をかけて、ゆっくりと追求していきました。で最初の頃は、性別関係なくトイレがみんな気持ちよく使えたらいいのになというオールジェンダーの問題、社会問題について取り組もうとしていたんですけれども、そこからどんどん追求することによって、実際に今身近に弟さんが苦しんでいるっていう状況をどのように救い出せるのかっていうふうなテーマの方になりました。林さんにお伝えしたいのが、これからの養護教諭もしくは心理職をつくのにつくにあたって、今感じたことで、あと実際に今弟さんが苦しんでいる気持ちっていうのを大人になっても忘れないでほしいなと思います。で、なかなか弟さんもしんどいから行かないよっていう一言で終わっている気持ちっていうのは、ただ言葉に表せないだけで、実際心の中にたくさんの言葉があるので、そういった気持ちがあったんだっていうことを、忘れずに将来の養護教諭になった時に生徒、もしくは保護者の方に向き合ってほしいなと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございました。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。はい。ビジネスデミ3組の橋本真中です。私のテーマは、なぜディズニーのキャストはゲストを笑顔にできるのかというテーマです。このテーマにした動機は、小6の時に初めて東京ディズニーリゾートに行き、ディズニー独特の世界観を目の当たりにし、感動したからです。その時から私自身、ディズニーが大好きで、夢の中の一つに東京ディズニーリゾートのキャストになってみたいと思っています。ただ、好きなだけではなく、いくつか気になる点もありました。一つ目はディズニーランドが作られた理由とは、二つ目は東京ディズニーリゾートやそのキャストの魅力とは何かという点です。それらの検証方法として、東京ディズニーリゾートのキャストにインタビューをすること、また本やネットを使い、情報を集めることを目標に活動しました。
検証結果は東京ディズニーリゾートに電話をしましたが、新型コロナウイルスの影響で休園となっていたためできませんでした。また親会社であるオリエンタルランドに電話をしてみましたが、大体のことはウェブやホームページに載っているとのことでした。そしてキャストは忙しいため対応するのは難しいと言われインタビューを断念しました。なので私は調べることに力を入れ、自分が欲しい情報をかき集めました。まずディズニーランドの誕生の理由からです。ディズニーの生みの親であるウォルト・ディズニーは毎週末に幼い2人の娘を連れて動物園や遊園地へ遊びに行っていました。ある時娘たちは遊具に乗って楽しんでいるのに、自分はベンチに座ってピーナッツを食べているだけという状況になりました。そこから大人と子供たちが一緒に楽しめる場所を作るべきではないかと考えたそうです。ウォルト・ディズニーが考えたディズニーランド計画とその開発には約15年という長い年月がかかりました。そしてついに1955年、世界初カリフォルニア州にディズニーランドが完成しました。次にディズニーランドリゾートの魅力についてです。ディズニーランドはマジックキングダム夢と魔法の王国というテーマのもと、 The Happiest Place on Earth、 地球上で一番ハッピーな場所として生まれました。そしてディズニーは細部へのこだわりの一つ一つがディズニーパークならではの雰囲気を出しています。例えで出すとディズニー用語がたくさんあります。パーク内はステージを演出する人たちをキャスト、来客するお客様はゲストなどといろいろな表現があります。そしてディズニーは人々に愛され続けるには常に新しい夢とアイディアでパークを改良し続けていく必要があります。50年以上経った現在も斬新で新しい発想と想像力で成長し続け、世界中の人々を驚かしています。またキャストの魅力についてです。目的が分かっていればどんな小さな仕事も必ず誰かの役に立つのだと理解できます。そしてつまらない仕事だと思わなくなります。役に立てるというその思いが仕事のやりがいや面白み、笑顔につながるそうです。ウォルト・ディズニーが一貫して大切にしてきた精神で、積極的に未知の世界を訪ね、自発的に学ぶことの楽しさを若い世代に伝えることがあります。これは現在も引き続き受け継がれており、ゲストの創造性や人間性へとつながることを願って、きめ細やかなおもてなしを心がけているそうです。今までの活動を通して、細かなおもてなしや仲間と協力し合ったりすることは、細かなおもてなしや仲間と協力し合ったりすることで周りをよく見て小さな変化にも気づけるのではないかと思いました。なので自然と人を笑顔にできるのではないかという考えに至りました。ディズニーは元土台がきちんとあってこその独特の世界観が作れているのではないかと気づきました。さらにキャストやゲスト、いろいろな人がお互いにステージを演出し合っているのではないか、そして最高のおもてなしができているのかなと考えました。これで私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、橋本さんお疲れ様でした。発表ありがとうございました。ディズニーに電話をかけるときに私も隣にいたんですけれども、職員室で非常に緊張してどうしようどうしようって言っていた中で、最後はちゃんと覚悟を決めて電話をね、せっかくかけたのに休園、コロナの関係で休園とか、オリエンタルランドの方にかけても思ったような答えが返ってこずに、ちょっとそこでつまずいていた橋本さんを見ていましたので、ただその時につまずいたけども
したかった探究の方法が取れなかった、じゃあどうしようかとすぐ気持ちを切り替えて、自分が今の状況の中でできる探究の仕方を、なんとか、探してここまで、進めてきたことが、まず成長、かなというふうに思っています。で、他の先生方のフィードバックにもあったことで、今はコロナの時期だからこそできないことがたくさんありますけれども、みんなの探究は今日で終わるわけではないので、ぜひ、コロナが落ち着いたらとか、これから先に今制限がかかっていてできないけれどもやってみたいこと、コロナが落ち着いたらこんなことやるぞっていうのをぜひ今から楽しみに、しておいてもらえたらいいのかなというふうに思っています。はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。以上です。準備はよろしいでしょうか。では始めてください。これから発表を始めます。3年4組の石根津です。私が探求したテーマは海のゴミを減らすにはです。私がこのテーマにしようと思ったきっかけは2つあります。1つ目はツイッターを見ているとき、海がゴミで汚れている画像を見かけたからです。私は綺麗な海がこの画像のように汚れているのを見て、なぜゴミが出て汚れているのかが気になりました。2つ目は多くの生き物が海洋汚染の原因により死んでしまっていることに残念な気持ちになったからです。海に住んでいる生き物はただ生きているだけなのに、ゴミを食べたり、ゴミに絡まったりしていることがかわいそうだと思いました。私は海洋ゴミが増えず、ゴミを食べて死んでしまう生き物を減らしたいと思いました。研究結果です。海洋に流れ込むプラスチックは、あと30年すると、海洋中で魚の総重量を超えてしまいます。次に、海の中で小さくなったゴミであるマイクロプラスチックは、海に残留している有害な化学物質を吸着します。そしてマイクロプラスチックは海水から動物性プランクトン、動物性プランクトンから小さな魚、小さな魚から大きな魚、大きな魚から人のように食物連鎖によって運ばれていきます。また食物連鎖によって人体に入るまでより有害な物質が濃縮されてしまいます。マイクロプラスチックは魚の体の中に入り込んでホルモン失調を引き起こし生殖を妨げます。また、魚の肝臓障害を引き起こす魚を人が食べてしまうと、人体にはどのような影響があるかまだはっきりしていません。次に見せる3枚の写真はとてもショッキングなので、見たくない人は目を捨てていってください。この写真は、小さい時のカメが網目状のプラスチックゴミに体が引っかかって大きくなり、ひょうたんのような甲羅になってしまっている写真です。次に、この写真はビニール手袋の中に、頭から入った魚が窒息してしまっている写真です。この手袋は透明で、さらに海の中なので、より見えづらくなってしまっています。次に、この写真は海に浮かんでいるゴミを餌と間違えて食べてしまった海鳥の死骸です。お腹の中にライターやペットボトルのキャップなどが入ってしまっています。次に私は海岸に漂着するもの、するゴミがどのようなものがあるか気になりました。このデータは漂着ゴミであるイカなどの自然物、プラスチック製容器などの人工物の構成比です。このデータを見てわかるように、大半が人工物を占めています。次にこのデータは人工物の漂着ゴミの構成比です。ペットボトル、発泡スチロールなどのプラスチック類がほとんどです。次に私はペットボトルがどこから流れてくるのかを調べました。このデータによると、九州の方では、中国語や韓国語の外国語表記が多いですが、全体の表記を見てみると日本語表記のものが多かったです。このことから日本語表記のものが多いということは、それだけ私たちがゴミを多く出してしまっているということです。海洋プラスチックゴミの約8割が陸からの流入です。海上由来が約950万トン。失礼しました。陸上由来が約950万トン。海上由来が約175万トンです。私たちが製品を使用、消費し、ポイ捨てなどの不法投棄やゴミ製品の意図しない産卵により、産卵ゴミができ、それが川に流れ、海洋に流入します。
続いて、淀川で回収されたゴミの個数上位3位です。1位はプラスチック製容器。2位は同率でペットボトルのキャップなどです。続いて、保津川の上位3位です。1位はプラスチック製容器。2位はタバコの吸い殻。3位はポリ袋です。私たちにできることは脱プラスチックです。食物セルロースからできた袋に切り替える。プラ製のストローを使わない。レジ袋の有料化、マイバッグを持参、分別してリサイクル、ペットボトルなどのゴミはきれいに洗って出すなどです。なぜペットボトルなどのゴミはきれいに洗って出さないといけないかは、リサイクルすることができないからです。汚れたものは業者をきれいにしないので、燃やされるか埋め立てられてしまいます。結論、ゴミで海が汚れているのは町に住んでいる私たちが原因です。ですが、私たちがゴミをきちんと分別や廃棄をすることができれば、海に流れるゴミを減らせると思います。なので、皆さんにはゴミの散乱を防ぐように、不法投棄をしない、ゴミをリサイクルなどしてもらいたいです。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。石田君、ご苦労さんでした。聞こえとんかい。この発表のいいところは、非常に分かりやすいところです。で、もう自分たちので何ができるかを考えたときに、その、ちゃんと分別して、リサイクルに回せるようにというような主張を裏付けるように、川の、陸から川に、川から海にプラスチックごみが流れているというのデータを示して説明できたところが良かったと思います。で、このデータも、自分らが今後が清掃活動を していたそういう体験とか、実際に自分が川に行ってフィールドワークをしたデータを使っても良かったかと思います。それで、あと、今回、ネットにあるデータを借用したんですけど、上位3つに絞って、で自分で、オリジナルにデータ加工して作っていって説明したところも、分かりやすかったと思います。で、今後、2000字で論文作るときにはデータの出典がどこかとか、あとそれの分析とかも字数がたくさんあるので、それも今度入れていって、あと、リサイクルの現状とか限界、それから、脱プラムに向けてどんな取り組みをしているかというのをもう少し調べてですね、論文を仕上げていってもらえたらと思います。今後も期待しています。ありがとうございました。以上で代表発表を終わります。代表生徒の皆さん、ありがとうございました。続いて閉会式を行います。はじめに教頭先生から発表会の総評いただきます。教頭先生、よろしくお願いします。皆さん、お疲れ様でした。2、3年生の皆さんは、この1年間になるかな、半年か、1年間の成果の発表ということで、それから指導してくださった先生方も本当にお疲れ様でした。で、探究の授業はすごく好きで、ずっと探究に関わってきたんですが、いい点がたくさんあったなと思って、実際に自分たちでインタビューに行って、いろんなことを集めてきたこととか、それを実行に移そうとしていったこととか、とっても良かったと思います。で、あと、もう一つ、これからのことを考えていってもらうと、もうちょっと気をつけてほしいなというところは、2年生は1年、先輩のやつを引き継いでやった人たちも多分いると思いますが、先輩たちの良かったところはそのまま引き継いで、自分たちのエッセンスを入れながら、自分たちだったらこうするのになということをどんどん入れていったらいいんじゃないかなと思います。で、1年生はこれから2年生の引き継いでいったり、自分たちで考えていくことになると思いますが、その辺のところをいろんな観点を持って考えていけたらなというふうに思っています。で、あと目的は何だったかなということを見失わないように、ただ
行った、やった、これができた、で終わらないように探求していくというのは、その先を目指してほしいなと思うので、行った先で何かに気づいた、こんな疑問があった、そこからまた次の探求が始まっていくので、気づいたことをどう生かしていこうかということを考えていきたい、言ってもらえたらなというふうに思います。それからいろんな探究課題3年生は個人探究は課題設定するのがすごい難しかったと思うんですけど、代表者の発表さすがだなと思ったのは、自分たちの身近なところからどんどん掘り下げていって、それが実践できていくとか、動画を作っていったりとか実際にやってみたりということを行動を起こしていたところがさすがだなと思いました。でその中で、いろいろこう伝えていってくれてましたが、こういう行動を起こすことで周りがどんなふうに変化をしていくのかとか、どんな影響があるのか、私はこういう未来にしていきたいんだ、その目標に向けてどんなアクションを起こしていくんだっていうところがあると、いいなと思うので、あと、伝えることと伝わることの違いっていうのを考えてほしいなというふうにちょっと思ってます。今皆さん一生懸命こう iPad とか見ながら話をしてると思いますが、相手の顔を見ながらどうやって伝えていくかっていう、伝えるっていうのは行為です。伝わるっていうのは実際に相手が動いていくまでのところで、こういう発表をすることで周りが動いていく、さっきの発表であったように、あ、これからゴミを減らさなくっちゃって思った人もいるかもしれないし、周りの人のことを考えていかないと思った人もいるかもしれませんが、そういうふうに相手が動いていくっていうのが伝わるっていうことなので、どうやったら伝わっていくんだろうというのを考えてみながらやってくれたらと思います。最後もう一つ言い忘れてましたが、大事なことはさっき橋本先生言われましたが、データに基づいて話すことっていうのはすごく説得力があると思うので、何でもこう発表するときには根拠がすごく大事です。私はこれが好きじゃけんこれやりたいんじゃ、じゃあ世の中通用しないので、何のためにこういうデータに基づいて私はこれからやっていくんだっていうことが、言えたらいいと思うので、それがこの探究学習のいいところではないかと思うので、いろんなデータ、特に数字には絶対的な信頼があるので、ただ出どこがどこかなということはよく考えながら、ただネットで引いたっていうのでは足りないと思うので、あとそれを比較していくことっていうのも大事だと思うので、そういうことも考えながらまたさらに探究を続けていってもらいたいなと思います。で探究学習はここで一応区切りというか途中経過で、まだまだ探究学習は続いていくので、社会に出ても続いていくし、大人も探究していくという、そういう時代なので、先が見えない世の中だからこそ常に新しいことに目を向けて、世の中のニーズを捉えながら、探究に、進んでいってもらえたらと思います。とりあえずお疲れ様でした皆さん。はい、ありがとうございました。次に実行委員による総評です。実行委員の滝川瑠奈さん、お願いします。 2,3 年生の皆さん、発表会お疲れ様でした。各教室に分かれて発表してきました。このグループ探究を通して意見を一つにまとめることやコミュニケーション力を身につけることができました。2年生の皆さん、練習の成果を生かしていい発表ができたと思います。3年生は3年間の集大成として、例えば美味しい味噌汁やイベントを広めるには、など自分だけで探求するのではなく、友人、家族などの周りの人の協力も得て探求していたのが良かったなと、自分の将来につなげて探求することができていたのが良かったです。この探求学習発表会を通して学んだことを、これからの学校生活や集団学に生かしていきましょう。ありがとうございました。最後に実行委員のエミマリンさん、閉会の挨拶をお願いします。皆さん、探究学習発表会お疲れ様でした。2年生はグループ探究、3年生は個人探究の発表となりましたが、探究の集大成となりましたか？自分の発表に満足することができた人もいれば、できなかった人もいるかもしれません。ですが、この経験を通して改善するべき点や、さらに良くしていける点など、何かしら学ぶことができたと思います。今回の探究を通して、1、2年生はさらなる探究を、3年生はこの経験を通して進路実現に生かしていけるように頑張ってください。以上です。
ありがとうございました。発表会を終えた皆さん、お疲れ様でした。発表はうまくいきましたか？自分たちの探究成果を次へつなげていってください。私自身、発表するのがとても苦手で緊張しました。水谷学で探究したことを進路に生かしていきたいと思います。これで、よいどん、全員が主人公、令和3年度探究学習発表会を終わります。